さあゲマドッチ VS ワリオ、これはどうなんでしょう。ワリオ自体は空中移動がかなり高いので、大丈夫だとは、確かに着地割りは結構拒否できるとは思うんですけれども、いかがでしょうか。そうですね、まあなんだかんだでただワリオ側が結局密着しないといけないファイターなので、まあゲーマーどっちもね密着戦は非常に得意なファイターですから、なんか割となんやかんや紆余曲折あって最後体重の軽いゲームアンドウォッチがおならで爆散につき終了の未来がちょっと見えますけど、どうなんでしょうね。いやそれを打てる前にしっかりこう撃墜拒否で、うわうますぎる、バイクを投げるその隙でしっかりと撃墜していきましたね。そういうマイスターリスナーがめっちゃ来てる。そう、ちなみにマイスター選手なんで裏にいるのかって話をすると、なんとウィナーズラウンド5でスパーゴと当たったっていうスパーゴと当たってんのちょっとやばい、はい、勝者側5回戦でなぜかね、あのちょっとトーナメント、あの結構ねマイスター選手とか多分急遽参戦って感じだったんで、うわー出たマイスターの殿下の宝刀、殿下の宝刀ですよこれがそう、マイスター選手が結構急遽参戦だったんですよこのプレトーナメント自体が多分。おまさか、あうまーい復帰ないぞで、あのちょっとシーディングもろもろ、えいこのまま行ったねボンってやったら結構早い段階でスパーゴ立たって裏落ちちゃったっていうメキシコ対決してね。いやうまい着地狩りがうまい、着地狩りがうまい、結構このミサゲマドッチと戦争っていうのはかなり相性が良さそうですね。いややっぱね強いね大使うの、いやうますぎー冷静あかん、この人強すぎる強すぎるねなんだこれちょっとマイスターさんうまいですねこれ、マイスターさんすごい、マイスターイズゴーッゴーッ GOAT ゴーッスタートバトルホールエンターテインメント1あります。さあステージがホロバスティオン、ニューチャレンジャー N 入ってダイは経由して火力が伸びて56まだ入る、弱の固め空中後ろ空中後ろ、さあシェフシェフ、おおいいフッ、うわ、いってこれいいっすか、いいっすね、ガードされても確定ですね、デッチの空前ね、面白い技っすよね、あれもね、ウェビーの後スキー、しっかり買った、うわー、なんだそれ、あー、やったマイスター選手のフェスマッシュが強い、ゲッチのフェスはね、ゲームから消滅するんでね、ゲームアンドウォッチが無敵になることによって、ジャック、ジャック、初代を持ち込みしている横強、うまいタイミングずらしてますね、うまい、おお暴れ、ストックが取れちゃえばおならもあるにつきワリオ全然やれるようにも見えますけど、おーおーおおすんごい人ストップ、余計うまい、すばらしい出た、スマブラ SP シーンランキング第1位ではないかと言われているダッシュつかみ、これはスマッシュ振るイメージがあるんですけれども、しっかりこの選手の試合でも動かしてますね、当たるんだもんな、当たるんだもんな、あ天下の宝刀だ、これなんだよな当たりは正義だからね、なんだってしかしよく当たりますね、ウエスマ、本当によく当たるもうあー見てたけど惜しい、5年以上ね、振り込んできたもうウエスマの、もう5年どころじゃない可能性あるは前作も10年分詰まってる可能性ある、10年間の上様か、そのスマッシュには苦しい時もあり悲しい時もあったでしょう、ですが眠れない夜も上様を振ってきた、さあ今この日笑うためにスマッシュを振っている、それがマイスター選手です、さあまだ振っている、 LB で取った、あの日の悲しみもこの下スマッシュで全てを払拭するかのように、さあナイスクゴー、まだまだ行くぞ、おー下スマ
A に応えるようにスマッシュを振っていきますね。いや、いい空後、これはあー、ティンジャンプライですね。バイクがないうますぎるなー。いやー、世界の男だな、こりゃ。ということで、ゲームカウント2対0、マイスター選手ルーザーズラウンド、次がないんですね。進出です。ないですね。